広島市は JR 芸備線の線路の下に整備したアンダーパスを来月の開通を前に報道陣に公開しました。現在混雑が目立つ中山踏切ですが、それを解消しようと新たに線路下に道路ができます。広島市東区を走る JR 芸備線の線路の下に整備されたアンダーパスは長さおよそ400メートルで、広島駅方面から温科方面を結びます。広島市は中山踏切の渋滞緩和や安全対策のため2020年度から整備を着工、開通と同時に踏切を廃止します。大きく交通形態が変わります。周辺の看板等を確認の上ご通行いただければというふうに考えています。アンダーパスの開通は来月6日の午前10時です。